どうもどうもナッピーです。今回は本物みたいなミニチュアのノートの作り方です。こちらのノートは一応開きます。こちらのノートは開かないんですけれども、ワイヤーで編んでます。編み方がとっても大変なので後半で説明してますので、興味ある方は後半までご覧ください。先にこちらの簡単なノートの作り方の説明からです。作りたいノートを縮小コピーなどして小さくプリントしたものを用意します。まず表面の閉じてる方側をギリギリで切ります。少し余白を残しておきます。裏面はすべて切り落とします。A4 の普通紙を細長く切ったものを用意します。紙の太さはこのノートが入るサイズであれば大丈夫です。切った紙を5枚貼り合わせていきます。貼ったものが乾いたら切り揃えます。この糊をつけた方側を切り揃えます。ここに糊をつけてヘリを切ったノートをここのヘリに合わせて貼っていきます。糊が乾いたら、またいつものようにカッターの刃を切れるようにして、これで切っていきます。今度は裏面を貼ります。これで完成でもいいんですけども、このヘリの部分が白いので
黒に塗ってもいいですし、私は黒いマスキングテープを細く切って貼ろうと思います。4ミリぐらいの幅で切ります。はい、これで完成しました。リングノートのミニチュアの作り方です。作りたいノートを真上から写真を撮ってください。表面と裏面と両方撮ります。そのままプリントしてしまうと、このリングの数がとても多いので写真加工をして減らします。写真加工は iPhone のアプリでやってしまってます。私が使っているのは Photoshop Fix というアプリです。これを開いてプラスマークで先ほど撮った写真を呼び出します。 iPhone から下にツールがたくさんあるので、その中からペイントを選びます。カラーを選択のスポイトで欲しい色を選んでペイントで塗ります。このリングを一個置きにしたいので、このリング横のピンクをスポイトで選んでペイントで、筆先の大きさも変えられるので、これぐらいで、このまま塗るとブレンドがオンになってるので透明になっちゃうので、こっちブレンドを左側にしてオフにして塗ります。最後縦方向にも塗っておきます。こんな感じです。これで右下のチェックを押して、これで保存。裏面はすべて穴を消してしまいます。またブレンドは左側にして、カラー今度ちょっとポツポツしているので、ペイントではなくて修復のコピースタンプツール、これを使います。サイズちょっと大きめで、ここを選んでこうして右の方にこすると穴が消えます。そしたらまた右下のチェックを入れて、これでカメラロールに保存です。プリントするとき、エプソンのアプリだと写真1枚しかプリントできないので、先にこのフォントのアプリでプレーンな画像で A4 サイズの10倍の数字を入れて、ここに先ほど作った写真データを配置します。好きなサイズに変えます。裏面も同じように配置します。それでこれゴムがしてあるノートなので、ゴムの部分も必要で、同じノートもう一枚で大きめにしといて、それのこのゴム紐だけ切って貼ります。こんな感じでこれを画像保存して、エプソンのアプリで私はプリントします。これがプリントしたものです。プリントする紙はスーパーファインでいつも通りやってます。ノートの作り方で説明した通りで、また
紙を何枚か貼り合わせたものにこれを貼ります。リングノートはこの表はリングの方をギリギリで切って、裏面はリング側を残して、その他の面をギリギリで切ります。次にこの穴の通りに目打ちで穴を開けていくんですけども、あまりにも際にあるときはちょっと内側、気持ち内側で穴を開けていきます。穴が開いたらここにワイヤーを通して編んでいくんですけれども、使う針金はビーズ細工なんかで使う細い針金を使ってます。 0.25mm。 このノートにそのままワイヤーで編んでしまうとキツキツになっちゃうので、この待ち針を1本添えてワイヤーで編んでいくんですけども、ちょっと編み方の説明を先にしてしまいます。これがノートで、こっちがワイヤーだと思ってください。難しいので大変だと思う方はこうしてぐるぐるってやっていけばいいとは思うんですけども、このリングノートがこう2本ずつ走っているので、これを再現したくて私は編み方をちょっと考えました。待ち針の代わりに編み棒にしてみます。まず針金を通して待ち針を添えておいて、この針金を下にくぐらせます。そしたらこっちの端をもう一度同じ穴に通します。こうなります。そしたら今度後ろから次の穴に刺して、この今横に渡ったところに通して、それでまた前から刺します。そうすると前から見ると針金が二重になって、後ろもそんなに汚い感じにはならずに編めます。これを続けていきます。横に来て、横に渡ったところをすくって前から刺す。こんな感じです。
これ毛糸なのでこんなにスルスルできちゃうんですけど、ワイヤーだとねじれたりするのでちょっとこれより大変になります。では針金で編んでみます。まず適当な長さに針金を切って、前から針金を通して、最後ちょっと始末したいからちょっとこれぐらいにして、これを前に戻して、で針金なので勢いよくビーって引っ張っちゃうとねじれたりそこから切れたりするので、勢いよくは引っ張らずにそーっとねじれないように引っ張ります。そしたら次は裏から横に刺して、横に通したところにこの端を通して、前からまた通します。こんな感じです。これを続けていきます。これで最後まで編めた状態です。そしたら待ち針は取ってしまって、今度残ってる針金をちょっと絡めておきます。こんな感じで適当に2回ぐらい絡げておけば十分だと思います。それでギリギリで切っちゃいます。編み始めの短い方も同じように2回ぐらい通してギリギリで切っちゃいます。ちょっと針金、ね、危ないのであんま出てるようだったら目打ちで倒しておいてください。はい、これで完成しました。リングノートです。ワイヤーを使わないノートは簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。